まあ、多分いいイメージでは中村選手いると思うので、ここは期待できるのかなと思いますけどね。はい、1番バッターに座って9試合目、ここまで30打数10安打、打率3割3分3厘。さあここはランナーを返すバッティングが求められます。初球147キロです。まあ、マウンド上のこの藤浪、勝てるピッチャーというふうに、ね、言われてますが、勝負どころということをここはちょっともうかなり意識しているということでしょうね。と思いますね、はい、まあ、そこで、ね、力で、ね、勝負していく、まあ、初球のストレート、はい、三遊間に破っていく、三塁ランナー柳田ゆっくりとホームに帰ってきました。中村が藤浪から打ちました。先制点はホークス、5回の裏均衡が破れました。今日中村2本目のヒット、三遊間破っていきました。まあ、先ほど第2打席と VTR 君を見てるかのような、ね、ヒットでしたね。そうですね、はい、まあ、先ほどは、ね、うまく変化球を逆方向に打ちましたけど、今は、ね、ストレートを、はい、本当球の威力を利用した、はい、逆方向へのスイングだったかなと思いますね。はい、なかなかチャンスは作れど、この藤浪の前に抑えられていたホークス、ついに5回の裏均衡を破れました。中村のタイムリーヒットで三塁ランナーがホームに帰ってきて1対0。